グループ GT3 は自動車レースに使用する競技車両のカテゴリーの一つである。2005年に当時存在していた GT1 クラス、GT2 クラスの買いカテゴリーとして設立された。FIA による正式な故障はグループ GT3 であるが、日本国内ではあまり一般的な呼び方ではなく、単に GT3 か、 スーパー GT の JAFGT との対比で FIAGT と呼ぶことが多い。マクラーレン 650SGT3 メルセデスベンツ、SLSAMGGT3 アウディア R8、LMS ウルトラ GT3FIA、GT 選手権のオーガナイザーであった SRO モータースポーツグループが FIA の元発起、運用している GT 規定で FIA 車両規定のカテゴリー2に所属する。 定義上はカップグランドツーリングカー。市販の2シーター、または2にシータークーペを改造した車両がホモロゲーションの対象となる。当初はグループ GT に来てイとポルシェカレラカップなどのワンメイクレースの中間に位置するアマチュア向けのカテゴリー設立を目指していたが、上位のカテゴリーが相次いで消滅した結果、2012年には、 GT レースの頂点を争うカテゴリーにまで成長した。ただし、アマチュア向けとして、マシンの高コスト化などに十分配慮して作られた、当初のレギュレーションは現在でもその性格を多分に、残しており、特に、バランスオブパフォーマンスと呼ばれる、独自のマシン性能調整システムはこのグループ GT3 レギュレーションにおける最大の特徴と言える。パワーウェイトレシオは以前は、 g t にマシンとほぼ同等であったが、近年は、ほぼ重さが、同じになったため、馬力で勝る、GT3 が、直線で優位である。ただし、空力は、LMGTE が優れており、ラップタイムはわずかに LMGTE の方が早い、ことが多い。なお、インスタの、GTD クラスのように、LMGTE と GT3 が混走する場合は、 独自の性能調整で両者の差を広げている。現在世界中のスポーツカーレース運営者が相次いで GT3 マシンを導入しており、ニュルブルクリンク24時間、スパフランコルシャ24時間、デートナ24時間、セブリング12時間、バサースト12時間、ドバイ24時間、鈴鹿 1000km などといったルマン24時間を除く。 あらゆる主要耐久レースで導入されており、そのほとんどで総合優勝を争うことができる。日本では、スーパー GT GT300 クラス、スーパー耐久、ST、X クラス、スーパーカーレースシリーズにおいて、GT3 クラス車両の導入が認められている。また2017年に、スーパー GT の鈴鹿 1000km が、GT3 及び JAF、 GT マシンで総合優勝を争う鈴鹿10時間にリニューアルされることが決定した。GT3 レースの序列は、マカオ GP の GT3 レースである FIAGT ワールドカップを頂点に、スパ24時間やセパン12時間、鈴鹿10時間といったビッグレースが並ぶいグとく欧州とアジアで開催されるブランパン GT シリーズという順番になっており、 これらには公式にもワークスチームの参戦が認められている。一方で、マシンのプロトタイプ化が進んでいることに歯止めをかけるため、2018年3月に新規ホモロゲーション取得者には12ヶ月以内1 0台、24ヶ月以内で20台の販売を義務づけることが決まった。日産、GT-RGT3 もともと性能調整を、 前提としたカスタマー向けの規定であるためレギュレーションで定められている部分は少なく非常に有りがプロトタイプ車の出走を防ぐためベースとなる市販車が年間200台以上の生産がなければホモロゲーションの取得は禁止されている以前は低価格重視であったため JAF GT や GT2 などに比べるとそれほど改造はされていなかったが現在は GT 規定の最高峰となり、ワークス3000も増えたためベース車両とは別車両レベルの改造に達している。エンジンは条件を満たせば、ベース車両メーカーの他のエンジンに換装が可能。レギュレーションで定められているものとしては、材質、テレメトリー禁止、運転補助の電子的安定制御システム禁止、車重制限及びバラスト規定。 エンジンコントロールユニットへのアクセス保障。自然吸気エンジン搭載車と15年以前のターボ車は、吸気リストリクターの装備、15年以降に公認された、ターボエンジン搭載車は、ブースト圧の制限、排気温210デシベル以下、燃料補給の規定、指導装置装備、投下類の規定、アンチロックブレーキシステム機能制限などである。 チタニウムなどの高価な材料や複雑な電子装置を禁止し車両のコストを制限する規定が中心であり、出力もリストリクターによってイコールコンディションとなるように制限されている。FIAGT コミッティは車両同士の性能均衡を保つために、個々の車両の重量制限や下級圧を調節する権限を留保している。だったが、大型スポーツクーペと 本格スポーツカーとのバランス調整に課題があるとされ、このアンバランスな状況を打開するため、スポーツカーを WEC 世界耐久選手権やインサウェザーテック、スポーツカーチャンピオンシップの GT ルマンクラスで採用されている LMGTE 規定のような厳格な技術規則の対象とする一方で、スポーツクーペは、 比較的自由度の高い現在の GT3、レギュレーションを適用されることになるが、使用するエンジンは生産モデルに搭載されるものを、ベースとすることに変更される。理由として、近年は、AMG GT のようにベース車に用いられていない、エンジンへの換装やポルシェ991.2、GT3R などのように市販車に用いられていない、サスペンション形式の使用など、 改造のエスカレートが進んだことから、コスト高騰に対応する形で、22年以降の新規定では禁止される。しかし、車両価格は、レギュレーション規定当初3000万円程度だったが、現在は、ワークス競争の激化から5000万円、8000万円まで高騰しており、より安価な、PCR や g t 4 LMP2 に移行するプライベーターも出始めている。 下記のように、現在では GT3 マシンが参戦可能なレースが世界的に多数存在し、特にレース数の多いヨーロッパでは1台のマシンを複数のレースシリーズで使い回すことも多く行われている。レース数が多くなれば1レースあたりの参戦コストが低下し、自らマシンを所有しないドライバーでもレンタル等でマシンを確保して、 レースに参戦することが容易になるほか、メンテナンスが0時でも、車両レンタルや、マシンメンテナンスにより、新たな収入を得られるというメリットがある。ただレース主催者側から見た場合、複数のレースシリーズに、同じマシンが出走することは、他のレースで走行データを得ることは事実上テストを兼ねることになり、他のチームに比べ有利になるという問題をはらむ。実際、 コスト抑制のためにシーズン中のテスト走行に制限をかけるレースシリーズも多い。さらに他のレースとのエントラントの取り合いとなり、その結果エントラントが減る可能性もある。これらの理由から日本のスーパー GT GT300 クラスでは同クラスに参戦するマシンの他シリーズへの掛け持ち参戦を原則として認めていない。これに対し、 せっかくエントラントの融通が効くのに、その可能性を潰してしまうのは問題があるとして、元スーパー GT チャンピオンの竹内博則などの一部のドライバーや GT3 マシンを所有しているジェントルマンドライバーからは不満の声もある。特に竹内は2014年より GT3 マシンによる新シリーズとしてスーパーカーレースシリーズを立ち上ったものの、 スーパー GT を主催する GTA と対立することとなったため、2014年に関しては、スーパー GT への参戦を見送らざるを得なくなってしまった。その後、SCR は継続しており、2016年には、スーパー GT にもまた帰参戦している。フェラーリ 488GTBGT3、レクサス RCFGT3、ありがとうございます。